ワン、ツー、スリー、ゴー。 いい隣の街が暮れたら、 いい色めき、 風たちは運ぶわ、 ガラスと人々の群れ。 意味なんかない桜シンプル簡単バージョンやってみました。入門コード4つでハイパー簡単アレンジ、になっております。もちろん後半ではですね、もうちょっとより原曲に近いコードを展開していきますけど、この4つでまずはこの歌の感覚、曲の感覚、リズムの感覚を掴んでもらってですね、この曲なんだろう、聞いたことあるんですけど、いざ演奏してみるとですね、結構曲の歌のリズムとかもなかなか難しいと思う。そこが面白いところですから、どんどん取り組んでいってください。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。オリジナルショートカットです。全編やりたい方、全部 やりたい方はですね、やっぱりね、今のやつ基本にして2番とかこうコード進行一緒ですね、書き足してオリジナルのノートを作ってください。でガズレレ流ショートカットバージョン YouTube で一緒になんとかできたぞってやった方、ちょっとねしばらく練習してもらったら、今度はねやっぱそれを紙に書いてご自身だけで一人で演奏できるようにして いくのがいいと思います。その後ね覚えちゃうのももう本当に最高だと思うんですけど、その時の参考になるように、いつもガズはですね、こうやって画面に映してるんですよ、私のノート。でこのノートをですね、皆さん今このガズクラブというサービスが始まりまして、毎月クラブ会費660円をいただきまして、毎月5曲このノートのスキャンが、皆さんの手元に入るゲットできるという企画が始まっております。もう相当な数のご利用者さんいただいてまして、これね相当有効利用です。なんでこの恋の2020年版の楽譜も皆さんのお手元に届けられます。まあご活用ください、そしてですね、じゃあそういうわけで見せたいと思うんですけど、今日見て2枚にわたっております。やっぱりですね、1枚に収めようと思ったんですけど、ちょっとね長くなっちゃいました。まあでも余裕がある2枚なんでね、いいと思うんですけど、これ見てよ、
これイントロのメロディーの後半のかっこいいバージョンでこれ弾きます。今やったシンプル簡単バージョンはここから始まってね、いきなり歌からなんですけど、これ後で解説しますからね。はい、そういうわけでこれ一時停止してメモってもらいたいんですけど、これ見て下にくるっと囲ってんでしょ。これ後半やるかっこいいバージョンなんですけど、これね、かっこいいバージョンとシンプル簡単バージョンでものすごい標高差ありますから、シンプル簡単バージョンはこんな簡単にしてて、あのかっこいいバージョンドーンともう難易度上がりますけどね。まあ一応はい、メモっていってください。これ後に参考になるかもしれないんで、かっこいいバージョンをメモりたい方はこんな感じでメモるといいかなと思います。一時停止でメモってくださいね。でこの下のかっこいいバージョンはもちろん後に後でしっかり説明していきますんで、はい、 A メロから B メロまでどうぞ。これちょっと分かりづらい、かえって分かりづらいという方はもちろん動画のテロップを一時停止して書いてもらってもいいと思いますけど、はい、ね、私はこの点でね、いつもこのリズムを測ってるんで、こういうのがもしかしてね、参考になるかもなと思います。ここも点があるじゃん最初、うん、いい営みの一泊開けて入るよというメッセージです。はい、じゃあこれ一時停止 B メロまで OK ですね。じゃあここサビで、サビの前半ちょっとサビの間でね、あのページが分かれちゃいました、ごめんなさい。ここタタとか、これも後半かっこいい場合でこれ説明しますけど、でここサビの後半です。はい、そして、サビをやった後にこのブリッジパート、泣き顔も、ここがまたなんかこう切なくキュンとするちょっと雰囲気が変わるところで、これもちろん下の下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンのコードですからね。これ結構だからかっこいいバージョンはなかなか濃厚なんですよ。はい、そしてまたここをやったらサビへ戻って、またサビってことはここの下とここ戻って、最後のエンディング、ここラスト、はい、これをやって二人を越えて行け、一人を越えて行けで終わったというのがガズレレ、オリジナルバージョンでございました。これかっこいいバージョンではね、ちょっと構成変えていくんですけど、出てくるコードひとまず今最初に言ったんですけど、はい、入門コード4つです。今のシンプル簡単バージョン C と A マイナーと F と G セブン、これはですねウクレレ習ったその日に覚えるやつなんで、もうなかなかこれはですね皆さん、大いに歌っていきましょう。これでさっきも何回も言いますけど、歌の感じリズムの感じを掴んで、そこからかっこいいバージョンに行きましょうね。はい、でこれからじゃあちょっとかっこいいバージョンに入っていくんですけど、かっこいいバージョンで出てくるコードは今映して これが足されます。これプラスこれで、うわーたくさんあるなと思うかもしれませんが、よく見てください、これ入門コードなんですよ全部。A マイナーと D7 と D マイナーと E7 と E マイナー7、これね全部入門コードなんです。なんで私のおすすめはですね、このガズレレ必須コードっていう、このガズレレ必須コードっていうのを分かってる人はこの曲弾けるんですよ。ちょっとガズレレ必須コードは後で あのご案内しますけど、ガズレレ必須コードが覚えちゃってる人はこれからやるかっこいいバージョンのコードでやってみてください。4つ弾きでもいいですからね。はい、でかっこいいバージョンでここにリズムがねすごい勢いで加わってくるんで、なかなか難しいんですけど、まあちょっと話は戻って、じゃあさっきのこの基本コードのガズレレ必須コード、ガズレレ必須コード、これ一応ご案内しておきましょう。私が以前めちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここでリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードの10個はこの動画を見たらもうスイスイ覚えられるんで、もう必見でございます。はい、今日はその中の 1,2,3,4,5,6 は9個だからほとんど出てくるってことで覚えちゃってください。じゃあここからかっこいいバージョンのリズムに入っていこうと思うんですけど、これが、ま、今日はですね皆さん難しいです、これ。これ難しいよ、難しいんですよ、これ。星野源さんの曲っていうのはもう最初にはっきり言いますけど、めちゃくちゃ難しいリズムばっかりなんですよ。そこが星野源さんの魅力なんで、なんかね、こう省略、ね、簡単にするバージョンだともう本当に、さっきやった、簡単なんだけど、それ、なんかその星野源さんのあのムードを出すには、このリズムはちょっとね、やっぱ欠かせないということで、どんな感じかちょっと、A メロンとかやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。いい営みの、がくれた井の向き、やばいでしょこれ。ダッダッダッダンダッダッダッ、きた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 。これは基本的にはこの2つのリズムが混ざってます。8ビートのチャとカッティングです。これ、ね、すっごい難しくて、一見16ビートかなと思うんですけど、8ビートなんですよ。こう手の向きは 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4、これで難しそうでしょ。ちょっと一応これ書いてみたんだよ。ちょっとこれ書いてみたんですよ。これね、 A メロカッティングって書いてあるでしょ。ここまずこのカタカナのとこ見て、まずここ一番最初のここの部分を分析してるんですけど、いいとなめね、タンとこツタッとタンタタン、これ覚えておくといいです。タンとこツタッとタンタタン、こうやって覚えてたんですよ。でこのここのところが C な、 C とこツ E7 と A マイナーと A7、ダッツクッツ、ダッツ、ダッツ、ダー。はい。シーツクッツ、ダッツ、ダッツ、
ターですよ。はい。これをさらに分析すると、こうなります。バツはカッティングです。ね。で、C、クッククック、E7 チャック、エマナチャッチャ、A7 チャッチャッチャ、ダッツ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 、ダッツッツ、ダッツッツ、ダッツこの辺がヒントになると思うんですよね。タンとコツ、タッとタンとターン。タクククク、タツツ、タツツ、タッタッタッタ。この二つ、ちょっとメモってもらってですね。これ口で言ってみるのがいいと思うんですよね、これ。はい。タンとコツ、タツとタッツ、ターン。やってみようかな。わかった？タッツ、タツ、タツ、タン、タタタ。まあ、こんな感じかな。これ、もうちょっといく。これカッティング、これがめっちゃヒントになると思うんですけども、これ以上説明のしようがないっていうところはまああれなんですけど、あのね、ちょっともう一回やる。ワン、ツー、スリー、フォー、こんな感じ。次のバースもはい、このパターン、これが基本的 A メロではこのパターンですね。はい、そして後半ではメンメンでとかこう止まったりとかちょっとやるんで、これはですねちょっと A メロを一回しやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ビート波の街がくれたら色めき、風たちは運ぶわ、カラスと人々の群れ。こんな感じ。カラストのところは F、A マイナー、G で止めるカッティング。これがですね、難しいです。めっちゃ難しいです。はい。というわけでですね、この8ビートのチャとカッティング、この2つの弾き方、ここのリンクに解説動画アップロードされております。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティング、動画でちょっとマスターしていきましょう。で、8ビートのチャっていうのは、この声のストロークっていうんですけど、ストロークの基本は8ビートというストロークです。8ビートをまずできるようになってからこの8ビートのチャなんですよね。で、この曲はですね、カッティングとのミックスがありますんで、普通に8ビートのチャが弾ける方でも、相当難しいと思いますよ。これはですね、だからこそ取り組める。いきましょう。そしてこのカッティングがね、カッティングっていうのはこのさっき見たけど、この左手触ってカチャッと言わせる。というカッティングと、あとね、これ、B メロで、物心ついたら、フットっていうところなんです。ここもね、カッティングでバッバッて止めたら、ちょっとやってみましょう。物心ついたらふっと見上げて思うことが、これバッバッシャキッと止めたいんですよね。これ右手で止めてもいいですよ。これでもいいですけど、左手で止める方がかっこいい。ほら左手で右手を止まってるでしょ。これでもカッティングなんですよね。まあ今回これゆったりしてる時は右手で止めてもいいかもしれないですけど、この B メロも結構印象的で、物心ついたら飛び上げて、これダッダッダッ、これかっこいいですね。はい、そんな風にやってカッティングは多様になっておりますということでございます。はい、そしてですね、今のところでちょっと言い忘れてましたけど、ちょっと遅かったかな、この矢印マーク、これシンコペーションといってリズムがスコーンと食い込んでくるリズムなんですよ。ここをさっき、ごめんなさい、ちょっとあの順番が逆になっちゃった。A メロのところでやるとダンツクツッターンってこう前に食い込んでるでしょ。こういうところで使うんですけど、ね、サビの中が分かりやすいから、ちょっとやってみましょうか。サビの中いきますね。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいる。ここ、いつも思う。ここで、いつも、Dマイナーの前に矢印が、いつも前にスコーンと食い込んでくる。この矢印結構出てきますんで、ご注目ください。そしてですね、今やったサビのパートで、今回めちゃくちゃいろいろありますから、ね、ちょっと頭の整理をしながら聞いてもらいたいんですけど、サビの中でですね、すごく印象的なことをやろうと思います。ノートレ要素すごく高まりますからね。ボディを叩く。それです。ちょっと見ててね。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつ。これ、わかる？二回叩くときと三回叩くときがあります。これ最初は二回、次二回目三回なんですよ。これがですね、そして、
その2行目っていうか、それはそばにいることは、叩いた後すぐシンコペーションでアップですからね。もう強烈です。そして、その後、いつも思い出しての G7 のところでは、タッタッタという決めが入ります。これが結構この曲でテーマになってるんで、ちょっともう一回サビやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。胸の中にあるもの、いつか見えなくなる。タタタ、それはそばにいる。ここいつも思い出し、ここタッタッタなんですよ、決めが。ふぅ、山盛り。いつも思い出して、こんな感じで、ボディを叩くというのはもし可能であればやってもらいたいんですけど、これは相当脳トレなんですけど、これね、星野源さんのこの曲を聴くと、ここすごく結構印象的なんですよね。タタンタタンってやりたくなる感じ。なんてちょっと思わず入れちゃったんですけど、難しかったらもちろんちょっとこれ後回しにしてくださいよ。はい。こんな風にね、もう今回はほんとたっぷり大盛りなんですけど、あともちろんね、さっきも言ったようにシンプル簡単バージョンは相当コードは変わってます。入門コードだけど、いろいろコードのね、順番なんかも変わってますんで、ご注目くださいということでございます。はい、そして皆さん、今回はあの印象的なイントロのフレーズ、メロディーを単音で、タブ譜を使って弾いてみたいと思います。ちょっと、デモ演奏やってみます。こんな感じ。ダダダダタッタッタン、ここもタッタッタンで G7 のアップ。これはですね、今ちょっとここに表を出しますけれども、これはねタブ譜と言います。このタブ譜というのに、これ読み方わかんないからここにリンク貼っとくんで、まずこの読み方わかっといて、そしたらこれ読めるようになりますから、ね、今日はここであんまり時間を割かないんですけど、まず最初の2弦0、次3弦の2、次2弦の0、3、0、また3弦の2、0、これが基本です。これが基本になってるんです。たまに4に伸びたりとかして、はい、それで、たたたたとか、そのメロディーがいろいろ変わってきます。ちょっとゆっくりこれ見ながら合わせてくださいね。私の手と見合わせながら。ゆっくりいきます。せーの。はい、2ブロック目、これ。はい、3ブロック目はちょっとフレーズ変わりますよ。ここは4。次、フレーズ変わります。0、3、0、2、0。はい、またちょっと変わります。だよな、だって、だ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 。ここで、シンコペーションで G7、タッ、タッ、タッ。もう一回。せーの、タン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 、最後 G7 タッタッタですね。はい。これはちょっと何回も何回もここのところ今の巻き戻して、メモってね、このタブ、貼っとくんでね、ここにね。はい。これを何回も見てもやるしかないです。で、これはですね、さっきの構成で一応確認すると、曲の構成ね、今のこのメロディを弾いて始まって、こう A メロをやってサビに行って、サビに行ったら、ここイントロフレーズに戻るんで、曲の中でも一回入ってくる。それでイントロフレーズ終わったらここに書いてあるけど、2回目のこのイントロフレーズを弾き終わったらブリッジパートに飛んで、そしてもう一回サビやってエンディングというふうに、そんな風な構成にしておこうと思います。ということでですね、このね、星野源さんのこの恋ガズレレリューかっこいいバージョンね、もう相当なちょっとこれ難しさ難易度なんですけど、これはですね、皆さん聞いてください。これ最初からできる人まずいないと思います。もうガズも相当練習したんでね、これはね。なんでいいことやっぱ提案したいと思うんですけど、まあいつもいいこと提案してるんですけど、パートごとに分けてゲームみたいにマリオブラザーズをやってるようにやるんですよ。まずは A メロのカッティングからです。こういうのを分断してパートごと練習。次は B メロの物心ついたらきっととか、こうパートごとに分けてやるんです。もうこれしかない。でサビでは胸の中にあるものいつか見えなくなる。こうやってですね、パートごといろいろこうやって、もうアスレチックゲームやってるみたいなもんです。それを集大成していくというのがいいと思います。そしてでも気持ちよく歌いたいなと思ったら、さっきのシンプル簡単バージョンでいいと
空見ろ、こう楽しく歌ってですね、それをだんだんできるとこ加えていけばいいわけですから、そんな風に構成していくのがいいと思いますね。でこの曲ってほらなんかこう恋ダンスとか言ってありますけども、踊れるには相当なこうあの熟練の経験値がいると思うんですけど、これねできるとねまたこれ気持ちがいいんですよ。またこれがね分かってくると、また音楽的能力とかもこうグッとこうリズムのね感覚も上がると思いますね。取り組んでいきましょう。はい、それではですね、かっこいいバージョン、ガズレレルかっこいいバージョン、恋、星野源さんの恋、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。金曜日のお昼ちょうどにガズの初めてウクレレは、販売再開です。こちらすぐのお届けになります。それでガズのわがままウクレレおよび薄レレは、事前予約注文となって、オーダーいただいてから作り出すということなんですけど、こちらの事前予約注文が、始まりますということです。ここにリンク貼っておきます。このリンクもちろん概要欄にもそこのページのね、注文いただけるリンク貼っておきますんで、ご確認くださいませ。そしてお知らせさせてください。これ見て、これはい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じででね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね 発送は5月20日順次なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンクちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。あのスマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜が
こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん前のおなじみだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ねこの緑色の本がですね4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いやこれからねちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。